トチャンネル。ご年齢と、はい、お仕事を教えてください。年齢は27歳で、はい、通信会社の営業で仕事をしています。具体的にはどういう仕事をされるんでしょうか。まあ、携帯であったり、まあ、ポケット Wi-Fi とかを訪問販売であったりとか、はい、ショッピングモールでの、まあ、イベントの催事っていう形で営業を待ってます。はい、全く知らない方にいきなり販売していくわけです。まあ、そうですね、はい。結構大変そうに見えるんですが、はい、いきなりできてしまったんですか。ではないですね、はい、やっぱ最初みんな苦労します。ほとんどは携帯とかその商材売るんじゃなくて自分を売るっていう感じで、例えばまあ iPhone だったりとか、このデザインがかっこいいからじゃなくて、僕やしやってもいいよって言ってくれるようなまあ営業スタイルですよね。なんで大体の営業の9割は世間話です。昨日何食べたとか、まあ、男だったらキャバクラ好きですかとか、女好きですよねとかっていう、そんなたわいもない話をまあ5分10分してじゃあもう契約っていう流れになってしまってます。そういうものなんですね。もうちょっと僕変わってます。多分真似できないんじゃないかなっていうか、どっちかというと多分教えるのすごい僕下手くそなんで、僕はこれで気がついたら取れちゃったっていう取り方ってやっぱあるんで、はい、段階が、はい、僕それがないまんま来ちゃってるんで。研修とかあるんですか。あります、あります。どんな研修でしょう。上司と、はい、ワンツーマンでセットっていう形で、はい、まあ、一緒に営業回って1ヶ月から大体3ヶ月、はい、まあ、一緒に地方いろんなとこ、まあ、飛んでその中で研修してもらうっていうか、ノウハウは盗んで、はい、まあまあ自分で聞くなら聞くでいいし、はい、まあ、盗むとこは盗めっていう話です。なるほど。その後は一人にされちゃうんですか。いや、一応一緒に現場は出るんですけど、はい、最初の研修の頃みたいじゃなくて、まあ、付きっきりじゃなくて、はい、見守る程度で。なるほど、はい。今お仕事されてどのくらいになりますか。もう6年7年ですかね。同じ会社でですか。はい。それだけ残られたということは結構メンタルが強いんじゃないかなと思うんですが。いや、そんなことないですね。ただそれしかできないんでちょっとそれやってる。その前に何かお仕事されてましたか。いや、もうそこだけです。じゃあもう学校卒業してそのまま入られた会社。いや、アルバイトとかはあるんですけど、はい、まあ、ちゃんと普通に正社員っていう形で入ったのは今のところ最初で最後っていう形です。きっかけは何で入られたんですか。あ、友達の紹介です。本通信系の会社だとゴリゴリの体育会系ってイメージがあるんですけど、あ、僕も最初それ思ったんですけど、まあぶっちゃけ言うと体育会系ではないです。やりたいやつがやればいいし、新しいことをチャレンジしたやつだけ頑張ればいいし、前向けばいいし、自分のペースでやりたいやつは自分のペースでやればいいっていう感じです。別に俺らやれよっていうような会社ではないので。なんか受話器を手に縛り付けられたとかそういう都市伝説はもう都市伝説なんですね。もう都市伝説も都市伝説。多分どっかで一箇所やっただけですね、あれ。多分、はい、どっかの。インセンティブが ほぼ決まるっていうことですかね。いや、固定給とプラス、はい、まあ、歩合っていう形なんですけ ど、まあ、その月のノルマであったりとか、はい、まあ、達成したあれに応じての給料なんで、まあ、その月ダメだったらやっぱり少ないし、はい、逆に頑張ったら頑張ったらやっぱ得られるもんあるんで、年収っていう部分に関してはまあ結構ばらつきあるんじゃないかなって思うんですけど。月収で悪い時でどのぐらいあるとかいうのはありますか。50ぐらい。悪い時で50ぐらい。じゃあいい時は超えますね。1本超えますか。超えます。ああ、なるほど。これは働いてる皆さんで全員ではないです。本当に個々の能力っていうか、はい、どれだけ自分と戦えるかじゃないですかね。その能力はぶっちゃけ入ってみて高かったっていうことですよね。いや、もともとメンタルすごく弱くて毎日打ちのめされて毎日泣いてたんですけど。何か乗り越えるきっかけあった。あったと思うんですけど忘れたんですよね。なんか気がついたら取れちゃったみたいな。その気がついたら取れるようになったのって入社してどのぐらいの頃でしょう。半月ぐらいですかね。半月ぐらい。早いですね。半月ぐらい。でそこから今までずっとこう駆け抜けてこられた感じですか。もうでもほとんど僕も現場出ることあんまないんで。もう、あ、そうなんです。管理側もう、はい、もう一応ちょっと上の方で。役職は何かついてるんですか。はい、部長です。あ、部長さんになったことで手当ももちろんついてお給料アップしてるってありますか。 あります、はい。なるほど。自分が営業マンだと自分の分のインセンティブが入ってくるイメージなんですが、はい、部長さんになられると部の全体の成績でインセンティブが入るのが気になりますか。あ、そうですね。なるほど、はい。仕事で楽しい部分を教えてください。目標を達成した時ですかね。自分で目標を立っても、まあ、できない目標を立ててやっても途中で絶対楽しくなくなる、折れちゃうんで、はい、
絶対にまずできるっていう目標を決めて、はい、毎日それを当たり前のようにこなすのは自信にもつながるし、まあ、力にも変わるし、まあ、それが収入とか人としても上がってくるんじゃないかなと思います。大変だな、きついなって思う部分は家に帰れないです家に帰れないです。はい、会社に泊まったりあるんですか？いや、会社に泊まることじゃなくて、もう基本出張なんで、ほとんど出張で。あ、そうなんですか？はい。ウィークリーマンションとかホテルとかに泊まる感じ？基本はもう、はい、ほとんどビジネスホテルとかになります。職場の男女比ってどんな感じですか？8、2ぐらいじゃないですかね。8、2ぐらい。女性の方は少ないってことですか？少ないですね。なるほど。職場恋愛はありますか？ないです。ないですか？わかんないです。中にはいるかもしれないですけど、まあいいんじゃないですかね。仕事に支障来なければ全然僕はありやと思います。はい、これからの目標を教えてください。これからの目標、今やってる会社を越すことですかね。今27なんですけど、まあ、30で僕独立しようと思ってるので、はい、その30になって今働いてる会社をまあ越そうかなと。5年で。今働いてるところの社長さんも若かったりしますか？もしかして。若いですね。はい。30代？はい、前半です。うわ、そうなんですか。自身が見出した英語のコツみたいな、一つ言えるならば、その全国の営業さん皆さんに思うことは、お客さんとか自分が知識弱い部分とかって疲れると絶対嫌なんですよ。人って弱い部分疲れるとどうしようとか逃げようかなとか、一旦その場逃げようっていう風になると思うんですけど、もう根拠のない自信でもいいんで、はっきり伝えてあげてほしいです。お客さんは買う側なんで、うん、売る手が買い手を不安にさせるんじゃなくて、うん、いやもう俺に任せとけよっていう、別に大した根拠のない自信なんですけど、ただそれでも伝わりますし、だから今からその営業始める子、新しい子も知識もなければ、まあ、現場経験もない、でも自信と、まあ、言い切りだけは、まあ、そこだけは自信持って言ってもらったら、100人いる中でもしかしたら1人買ってくれるお客さんがいるかもねっていう、うんうんうん、そういう自信を持ってる方だったら厳しい世界に飛び込んでいってもやっていける。あとはもうみんな通りますよ。みんな通りますよ、やっぱり。もう高校大学卒業して社会に出たら僕も生まれましたし、まあ、みんなも生まれたと思うので。なるほど。これから、はい、新卒の方とかもみんな揉まれてもらえると。はい、じゃあインタビューは以上となります。ありがとうございます。